まもなくゲームスタートです。身分を確認してください。1番のプレイヤーは発言してください。発言してください。アルト陣営です。あまりさん、シンプルもですね、述べていこうかなと思うんですよね。これね、やっぱりね、一体何者なんだっていうふうにね、皆さん思いますから。マリンさん、ありがとう。まあ、自身がね、まあ、何者なのかっていうのを明確に述べましょうと。そうすれば、黒の位置がわかる。ので、私が村人であるのは、私だけの周知。ゆえに、皆さん教えてください。はい、そして、進行論といたしまして、占い師が太鼓で出てくれば、どちらかに必ずと言って人狼がいると。いや、そういうもんですね。うん、じゃあなぜ初日でその占いからね、手をかけないの。本当にね、恐ろしいのではないかと。あ、思うんですよね。2番のプレイヤーは発言してください。はい、よろしくお願いいたします。なんか一番さ、結局何を言いたかったのか分かんなかったんですけど、まあ、印象としてはね、なんかこう、息遣いがちょっと怪しいなっていう印象は思いました。なんか、これはフィーリングセンスなんか、みたいなところが、緊張してるんかなとは思っちゃいましたけど、まあ、完璧に周名位置だとは思ってます。で、進行論に関してはですね、やっぱり白黒、当てるのも大丈夫ですね、思うんですけどね。そこの様子をちゃんと説明するというか、なんでそこ釣りたいと思うのかとか、なんでそこ黒いと思うのかの方が、そういった様子をみんなに伝える、ことの方が大事かなと思ってます。なんか、結果終わった後に、合ってたじゃんとかっていう風に言う人いるんですけど、まあ、そういう人って結構、なんていうのかな、黒い血だけ言って死んでいく時とかもあるんで、ちゃんと様子のこともね、ちゃんとみんなに説明してほしいかなと思います。3番のプレイヤーは発言してください。まず1番さん、2番さんだったら1番さんの方が怪しいかなと思う。なんか1番さんって、アクセントっていうか喋り方をなんか普通より少し変えて喋ってる印象があったんだよね。これってなんかまず狂人ってご主人わかんないからご主人になんかアピールするで、人狼サイドも狂人にアピールする可能性って十分あるから、なんか一番さんってアピール材料にしてるような感じがしたんで、まあ一番さん狂人で狂人アピールしてるのか、人狼で狂人アピールして、狂人に分からしてるのか、っていう、ちょっと2点があるんで、現状一番さん怪しいかなと思ってます。4番のプレイヤーは発言してください。よろしくお願いします。まあ、アピールかどうかは俺は分かんなかったけど、本当に発言で何言ってるか全然分かんないなって思いました、一番さんに関しては。どちらかっていうとフィーリングより占いにしようで片方に人狼が出てるのが当たり前みたいな、まあ狂人出てる可能性もあるし、占いから名をかけるかどうかみたいなことも言ってたと思うんで、発言はおかしいなと思いました。なんでなんか2周目地になるのかなって俺は2番さんに思いましたね。なんかアクセントとかフィーリングで人外っぽいっていう精査から1番さんは2周目地ですっていう着地がおかしいかなと思いました、2番さんに関しては。まあ思考解除はいいと思いました。その、まあ、要素提示プラス俺伝え方も大事だと思ってるんで、なんか一人にしか分からないような伝え方じゃなくて分かりやすく説明するのが大事かなと思ってます。以上です。5番のプレイヤーは伝えいたします。占い師で1番さん白でした。1番さんが狂人だって自分の中で思ったのが、1番さんの言った言葉が一つだけ気になった言葉が、私が村人であることは私が周知していますって一番さんに言ったんですけど、それはあなたが村だったら必要ないかなと、狂人だから言ったのかなと思って、3番さんが話し方を捉えて、1、2がね、狂人アピなのかなっていうのがすごく良かったかなって思ってます。はい。それぐらいですかね。だからすごく、なんだろうな、どちらかというと、2番さんのね、1番さんの2周目より違和感を感じなかった2番さんって気になるかなって思ってます。4番さんが良かったかなって思いました。そこまで、自分の思考を落としておきたいかなと思ってます。自分の中ではだから3、4がすごく今白くなってて、2番さんが1番に何も言わなかったのが気になったかなと思いました。
6番のプレイヤーは発言してください。どうも村人陣営です。これって1番さんからスタートしたんですよね。で5番さんが1番さんに白を把握しました。5番さんって1番さん強人で見てるんですかね。確かになんか話し方おかしかったですけど、なんかそういう人ってまあ自分のこれメタっていうか考え方になるんですけど、なんか役とか持ってること多いんで、だからそういう発言してるのかなともちょっと思ったんですよね。でもしスムラでそういう発言してるんだったら結構釣りたいかなって思って聞いてました。でな、ここまでで5番さんが占い1人しか出てないし、霊能とかも出てないんで、霊能いるよね。なんか1番さんの位置で、2周目の1番さんの位置でわーって出てくるのかなってちょっと思ったりしてます。だから結構2、3、4番さん色落ちないです。自分は言うほど1番さんは怪しいと思わなかったです。以上です。7番、6番怪しいな。1番に焦点当ててるんですけど、1番が言ったその占いが2枚になった時にどっちかは人狼なんでって言葉って、僕が1番そこが引っかかってるっていうか、普通にだから1番さん強人なんじゃないって思ったんですよね。対抗人狼前提なんで、はい、なんかそういうのって意外とスルーしがちだけど、ポロッと出る人外の時に言っちゃうような言葉だと思ってるんでですかね。なんで6番が1番はそんなに怪しくないって言ってることが変だなと思うんで、6番さんぐらいなら怪しいかなと思ってます。まあ6番の主観だって言ってたけどね。あと6番がその5番さんしか出てないから、1番の位置で出るんじゃないかって思考を落とすときに、その霊能も出てないんでってね、まあ霊能じゃないことをなんか言ってるようなもんなんで、なんか発言がねふわっとしてるなって思ったかな。はい、まあ現状そんな感じ。2、3、4、2周目でいいと思ってる。8番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。占いで7番白です。把握してください。まあ5番さんは何で出てるかはちょっとまだわかんないんですけど、私は1番さんはね割といいと思ったよ。だって1番さんってさ、自分の村は自分しかわかんないってさ、それがなんかこうは1が強人って言ってたけど、私はそうだなって思うから、割と一番白いと思ってたから、まあ、ローはないかなと思いますね、とりあえず。で、4番さんが、なんか、ね、言ってた一番が何言ってんのかわかんないって、の話聞いてないからよくわかんないんじゃないですかね。初日、占いって、とりあえず核人外が2人、1人出て、その話でしょ？か占い師両方怪しいね、これ。両方怪しいな、これ。9番のプレイヤーは発言した。これロック外れないわ、自分。あ、こんばんは。8の偽ロックが外れない、絶対。これ2周目聞いても。どう考えても8の発言、86じゃない ?100% っていうか。ロックが外れないんだけど、今86から。6もなんか6の、6は1番のことをなぜか、印象いいっていうか、気にならなかったっつって。8番は、6気にならない、8番はいいって落としてて、で、6番でなぜか5番の芯を切るような発言があったよね。2周目に出るんじゃないかっていう占い師とか。それに関しては7番が言った通りだから、7番いいなと思ったから、多分8番、多分じゃんって、もうロック外れへんぐらいレベルで86でしかないかなって思ってるし、6番なんか占い師対抗出てくるような発言もしてたと思ってるから、86ローローの1強じゃないの。いやもう多分これロック外れんと思う。俺、それぐらいのレベルだと思ってるんだけど、どうしたのかな。はい。1番のプレイヤーは、ね、発言してください。何がね、困ったかっていうとですね、これ、9番さんの発言の中からね、白くっていうのとね、あとロックっていう言葉でね思ったんだけど、もうアニメの話しかしてないですね。9番さんに関しては、なんですか86のイニシャル D 世代ですかね。ちょっとわかんないですけれども、でロックバスターがねもう外れないと、焦点合ってますよと。ロックマンだよね。だからそこまでね、君がロックマンだったら今日ねロックバスターを8番に打てると思うんだよ。だから今日はね8番いきましょう。はい。これ、何番さんね。4番さんが、霊能者仕様ですね。
いやー、本当にね、隠してみてどうですか、4番さん。自身の役職を隠してみて、何も変わらないでしょ。だから言うべきなんですよね。だから言ってない情報が、それすなわち嘘の情報ですから、占い師さんは最初から出てきてくださいねっていうのは言わなきゃいけないですよ。天海さん、ありがとう。あなた何ですかって言われた際にですよ、私はちゃんと村人って言ってますからね。言ってない人は誰ですか？ 2,3,6,7,9。 あ、でも9番さんある意味ロックマンだからね。ロックマンって言ってたから、まあ今日はね、物語としては、9番さんですね。はい、9番さんが投票した位置、私固めます。はい、9番さん自身がね、8番さん行きたいのであれば僕は8番さんに行きますし、6番さんに行きたいっていうんであれば6番さんに行きます。はい、まあ9番さんが一番共鳴高いかなと思ってます。2番のプレイヤーは発言してください。はい、まあ、結論としては1番さんに行きたいかなと思います。片白ですけど、なんか白い層全く拾えないので1つ目でいいかなと思ってます。で、47に一応返答しておくと、2章で占いに進路確定って発言、俺拾えてなかったので、一応何言ってるのか分かんないっていうような印象だったのでね、それを言ってたんであれば、それを拾わなかったのは俺の落ち度かなと。で、8番さんが、まあ、58だと8番さんが1番さんのローがないって言ったのが、まあ、率直に理解ができないので、まあ、そういった点の8が気になるんですが、5番さんが、3は評価して、2は1に叩けなかったのが気になると言ってたんですけど、これ1には叩いてますよ、一応。叩いて、まだけれども、1人目 1日目の、1人目だから2週目だよねって言ってるので、まあ、そこがちょっと、過剰かなというのは感じましたね。3、2の精査の不平等っぽいかなとか。3番さんは1番さんに対してアクセントで強靭か人狼って言ってますよね。俺は、1番に対して息遣いが緊張してるんじゃないか、人外で緊張してるんじゃないかなって言ってるので、そこでの3、2のサインの付け方が、4番さんみたいに2は1が2種目1っていうのはもうちょっと言い切ってよかったんじゃないかとか、そういった要素まで落としてくれればいいんですけど、そこを落とせなかったところがちょっと不平等に感じたかなとは。ですかね。まあ、だから各々気になるところはありますけれども、まあ、そこよりも8の1が、ローがないってところの方が分からなかったのは8の方が偽かなと思ってますけれども、それでも1を貫通したいかなとは。1結局認証で占い進路確定っていう発言のアンサーもないので、1落としていいかなと思っちゃいますかね。まあ、強アピなんていうかな、強人っぽいっていう人もいるかもしれないですけど、強人、3番の言う通り強人アピしてる人もいるので1貫していいかなと思います。3番のプレイヤーは発言してください。まあ、自分の釣り位置は1番さんか6番さん。まず、まあ、1番さんは、まあ、最初の1周目に言ったように強靭アピールで強靭なのか、まあ、人狼で強靭アピールしているのかっていうのがあるから、1番さんが怪しいのと、その6番さんがあんまり1番さん怪しんでないんだよね。その辺が6番さんってなんか1の白透けしている可能性もあるんで、なんで6番さんか1番さんどっちかに行きたくて、まあね、俺5番さんがね、その2、3が1怪しんでるとこに白落ちね。だから5番さんが人狼的一応強靭と思って囲いに行ったのか、それか5番さんが強靭でやっぱ1をご主人と思って囲いに行ったのかって普通は思うんだけど、8番さんが一切1を怪しまないんだよね。だからなんで8番さんって1を怪しまないのか、俺にはちょっと視点が合わないから占い師はちょっと精査が難しい。ただ5が真の時って1強だからね。まあ、8番さんが1番さんを怪しんでない時点で、まあ、6釣りでもいいような気がするけどね。だから俺は6番さんか1番さんどっちかに行こうかな。まあ、2番さんは1番さん怪しむ視点合ってるし、9番さんは6番さん怪しむ視点合ってるから、1番か6番どっちかに投与しようかなと思います。4番のプレイヤーは発言してください。まあ、基本的に全範囲釣れば1仕様でランステとかしたくないんですけど、なんか3番9番とか絶対釣りたくなくて、まあ、少なからず なんだろうな、3、9、まあ、2もね釣りたくないんですよね正直。
前半2周目の前半位置で1番型白で、まあ、戦える位置3、6、9のグレーラインになった時に1番にしかフォーカス向けないってあんまり人外行動じゃないと思ったし、2周目の発言に関してはそんな悪くないと思ったんで、2、3、9釣りたくないってなっちゃうと6番になっちゃうんですよね。と、まあ、3番さんの言ってることがマジで、まあ、普通だと思ってて、本当に8番視点であの2番3番4番が1番にフォーカス向けてる時に5番の1白ってめちゃめちゃ5番1番の囲いか五強勢一郎ないし五郎一強が見えると思うから、発言を聞いてないだけじゃなくて発言を聞いた上でおかしいと思うんですよね。プラス西洋盤面で占いは人狼と死んだっていう発言に対しておかしくないんで、おかしくないっていうんだったら八番さんは落ち度を作りすぎてると思ってるから、発言もプラスね、で一番怪しまないって言ってもおかしいと思うから、まあ基本的に乱してはしませんが、俺八番さんの死はどうしてもないと思うんで、まあ、グレランでいきましょうかね。ってなると多分6番死ぬんだよな。6番さん死んじゃうから、6番さんの入りがおかしいんですよね。1番に対して釣りたいっていう感情から精査が始まってるのに着地点が全然違うとこ行っちゃってるから、6番さんはって感じですかね。まあグレランの人気投票でお願いします。5番のプレイヤーは今日、まあ、私自身は2、6、どちらかに色付けすればどちらかが、どちらかに白出ればどちらかが 黒になるんで、どちらでもいいんですけど、正直、1番さんをね、片白の1番さんなんだけど皆様に、差し上げてもいいかなと思ってます。ちゃんと私は1周目の時に1番の黒要素を述べた上で標準指定してますんで、一番さんって私が村人であることは私が周知していますっていうのを1周目の1番で言う必要がないっていうのを皆さんに言ってます。それで6番さんは一番さんに対して印象がいいっていうふうに一番最後に残していて、私はちゃんと一番さんの、ね、黒要素を述べた上での一番の狂気ですから、6番さん、私はね、無謀にただ一は狂っぽいなんか言ってないですよ。私の理由は一番が私が村人であることは私が周知していますって言ってますと、あ、ちょっとすいませんね、電話今日コンビニいるんじゃない。6番のプレイヤーは発言してください。そうだな、もうなんか自分が釣られる流れなんで、もう全然飲むって言っちゃいけないな、飲みたくないけど、一番さん、まあ、言うて片白でマックス強靭、5番さんが白やったら、本物やったら1番さんマックス強靭やから、今日片白行くのは違うと思ってるんで、全然グレーの自分からで飲めるんですけど、そうだな。なんか、じゃあ、なんかもし自分が人外やったとして、そしたら言わなくてよくないですか？で、自分、1番さんの強靭全然追ってるし、なんだろうな。まあ、なんかもし本当に村やったら、なんかそういうなんかトリッキーな動きはしてほしくなかったなって思いました。自分一番さんが村屋なのかなって、ワンちゃん役だからそういうムーブしてんのかなって思って聞いてたんですよ。じゃあ村目線、じゃあ自分となんか一番の目線だったら8、6人の1強人で見てるんですかね。じゃあ2、6のランでも、この俺は怪しんでないんか。7番のプレイヤーは発言してください。考えてたのは8番の発言から人外っぽいって、これ村出てるじゃない、8番なんか偽っぽいなと思ったところで、ただ7番白打ったってことは俺が6番釣りをしてるから8番の相方だったら6番じゃないのかなって思ってたんですよね。あ、6番も処理するべきなのか。でもね、1番に俺黒打たれたら8番死んだなって思っちゃいますね。だから1番一本釣りでいいなって思ってたんですけどね、6番がそんな発言するんでよく分かんなくなっちゃったけど、あ、まあ1釣って、もう1を陣外置きして、5番8番に護衛寄せて6番統一とかっていうのが一番丸いのかなと思ってたんですよね。そうしないと1番に対しての払拭が取れないから5番のシーン下がるわけ。まあ、なんで単純に強靭だと思ってるんですけど、だから5番のシーンは全然あるとは思うんだけど、1番釣らないと自然と5番のシーンが下がっていくんですよね。1番がその強靭目虫の狼っていうのは懸念として張れないから、だからまあ1番1本釣ってで、その進行でいいんじゃないですかって思ってるかな。2番が1番2周目良かったですね。あそこで1本釣りって、これまあ3番さんだっけ4番さんが言ってたけど、後半1からのヘイトを恐れてない、白先なんて釣る進行なんてありえないでしょの1点張りで2番って釣られてもおかしくないから、人狼の動きではないかなと思ったって感じですね。
まあ1番が強靭だと思うの9番だって言ってながら9番に縄上げるって言ってるんで、もう確定で陣外置きしていいと思ってるんで、1番釣りましょう。はい、1番1本でいいと思ってるかな。8番のプレイヤーは発言してください。はい、そうですね、まあね、1番さんが本当に強靭だったらみんなの話が合ってたって思うんですけど、そもそもじゃ逆に自分の立場みんな振り返って自分が強靭だった場合、初日の初週目から強アピなんかしますかって思うんですよ私は。え、じゃないですか。それを2番さんとか3番さんとかね、自分の胸に手を当てて考え直してほしい。だからあんな強アピする強靭ってそもそもいないと思ってるから、で1番さんって初手の一番初めの位置で釣られやすい位置なのに、それであんまり考察をしようとしてないから、だからローもあんまないんじゃないのっていう話をねしたかったのね。で6番さんは私絶対釣んないよ今日。あれだってさ、6なんかさ、一番まともってさ、私がさ上から目線で言うことじゃないけど、一番ね素晴らしい話してたと思うよ。今日は何、片白から釣るんじゃなくて勘ぐれから釣るっていうのってさ当たり前であってさ、うん、それがさ2番とか3番あたりはさ1釣りでいいんじゃないのってさ、これ釣れそうなところをさ釣り押ししてるんだと思うよ。だから6番さんが一番白いと思ってる。だから私は2か3ね、9番さんは思考ロックがどう、思考ロックして8が2世って言ってんだったらまあ釣ってもいいけど、6は絶対釣んない。まあ2世目の話聞くけど、今のところ2とか3あたりを釣りたいですね、私は。以上です。9番のプレイヤーは発言してください。しかも6番なんか1番の強靭追ってたって言ってるけど、6番1周目一番気になるとこないって言ってるから、追ってたからなんか後付けにしかならないから、そういうのいいかなって思ってるから、これは自分ね、これねちょっと追うのは良くないと思ってるんだけど、1番がもしも仮にリア強だとして、まあ1番いや、もしもリア強でそれスムラでやってたグレー2ロイで占い心境とかもあると思うから、今日は1番じゃなくてグレーの6とかから行くべきだと思ってるんだけど、別に1から行く必要はないと思ってるんだけどな、自分は。8の芯切ってるから、そうなった場合5番目線1、まあ1番強靭で追ってるんだったら1番強靭だし、1番行く必要ないと思ってるし、わざわざね、と自分8のロックしてるからね、だから1番行く必要ないと思ってるし、それになった場合、1番がもしもスムレてたらグレー2色いるんだから、6から行った方がいいと思うんだけど、だから自分6行く。投票を始めてください。ありえん、オラじゃないべ。これ8、7、8ありそうだな。6番のプレイヤーが選ばれました。6番のプレイヤーは発言してください。全然なりますよ、自分あれなんで片白でもないんで。自分言いましたよちゃんと、1番さんがそうだな、自分が陣外やったとしてそんな、なんでしょう、逆立てするようなこと言わなくていいんですよ。そうだな、なんか1番さんのそのムーブが自分には役を持ってる人かと思ったんですよ。そうじゃなかったら強靭とかもあるんじゃないのって、人外目で見るよって言いましたよ自分。だからそこは9番さんの聞き間違いやと思いますよ。で9番さんはロックしてるんですよね、8、6で追ってるんですよね。確かに今日8番さんは9番さんに入れるべきじゃないと思うな。まあ今日は自分釣りですよね。なんか全然、まあ、仕方ないなって思う。なんかこれだったら普通に便乗しとけばよかったなって思いますね。人狼誰か分かる。夜が来ました。目を閉じてください。
これ。俺だったら5倍するな。あまりにさんギフトありがとう。82か87じゃねえかなと思うんだけどな。朝が来ました。昨夜死んだのは旧神9番旧神って肋骨目8やんこれ。1番のプレイヤーは発言してください。6黒あ、じゃあ安定で僕釣りになるんですかね、これ。5番さんが2白、ってことは5番さん死んで2白、8番さんが1黒、8。いやね、8番さんね、発言上ね、僕のことをね、村で置いてくれてるから、なんか、興味ないかなと思ってたんだけど、結局黒って言っちゃうんだったら、8番さんはどっちだろう。まあ、強人でいいかなと思います。はい。強人でいいと思います。まあね、9番さんのね、意図を汲み取ったらですね、8億なんじゃないのって、8億1強人じゃないのってね、これ本当にね、素晴らしい考察だったと、アンサーね。ので、9番さんの意思を報いて、今回は8番さんに行けるこの村の心を、皆さん持ってますけど、でね、なんで俺を占ったんだよってね、多分2番さん思っちゃってると思ってるから、言うんだけど、もう2番さんなんてね、クインシーだよね。別に僕、9番さんの意思を汲み取ってるわけじゃないんだけど、86ね、イニシャル D だったりとか、ロックマンだったりとかね、そういう要素からね、僕思ったことはね、2番さんね、クインシーなんじゃないかなって思ってたんですよ。だから5番さん占い値間違ってんだよね。7番さんの発言さ、おかしくない？7が6に行動してるから、8が、6にね、8億円ないよってね、あったよねって話だね。2番のプレイヤーは発言してください。4番さんに進行は任せます。安定進行で行くなら1列目で、終わらなかったら8列目で、最後3の卓だとは思うんですけど、4番さんにそこは任せますよとは思っちゃいます。で、まあ5番さんに関しては謎ですけどね。まあおそらくオアシーンなんだろうけど、なんか 2周目も1周目も2番と3番の精査が不平等すぎますよね。結局だって1日目2周目のところも、2と3ってそこまで大差がない精査だったと思うんで、5目線でなんか2、6のどっちか、6の黒いさ言ってたと思うんですけど、2の黒いさを1周目も2周目も、1周目は間違えたしね、5番さんの。2周目も言ってくれないんで、すげえ不信感ありましたけどね。まあ、おそらくこの盤面になったらもう死なんでしょうけど、1番さんが人狼だったら、まあまあ、1番さんが人狼だった時は考えなくていいと思う。自爆するだろう。8つでいいんじゃない？ 8 つ。まあ、進行は4番さんに任せますよ。うん。まあ、割と俺は7の、なんか1は確定で人外置きしてみたいなところはいいかなと思っちゃいましたけど。まあ、そこまでもうこうなったときに、俺が考察を伸ばす、ほぼ確証だと思うんですよね、俺の今のこの状況って。考察をの、もう要は考察を伸ばすよりも、話を聞く方に回るべきだと思うんですけど、おばさんに関してはそういう感想を持ってましたね、1周目も2周目も。なんかすげえ2と3の精査が不平等だなっていうのは、すげえ思ってましたけどね。まあ、4番さん進行を取ってください。3番のプレイヤーは自分が進行を取るね。カリウド2か7にいる？2か7、ああ、じゃあ勝ちじゃん。うん、じゃあ1釣るよね。今日1釣って7番さんって5声できるんやろ。だから7番さんって5声できるから、1つって終わらんかったら5が死んだから、5番さんが俺占いすればいい。
で、5番が抜かれたら、あの7番にせね。5番が抜かれた時点で7番にせなんで、7釣り。で、勝ち確いたよね。問題ないね。で、5番が俺占って白の時は、もう7、8釣り切れるのはあるから、今日1釣りでいいわ。うん。まあ、どうなんだろう。8番のけど芯見れんけどなぁ。8で終わり、8番どこ入れた ?8 番9か。まあまあ8番でお、まあいいか、勝ち確だからいいね。1つって7番さんが5へ、5番さんは絶対折れたよ。5番さんは絶対俺だよ。5番さん抜かれた時点で7の破綻わかるから、5番さんは絶対3占いね。じゃあ1釣りで行きましょう。4番のプレイヤーは発言してください。まあ、勝ち確ですね。別に1番釣って終わらなかったら8番破綻して、7番さんが陣外だったら4護衛じゃなくて5護衛を提示して、騎士神抜かないと勝ち筋がないんで、まあ、終わるんじゃないかなと思いますね。86ロール、86ロールだったらなんで1狂ったんだろうって思いますけど、まあとりあえずこれはチタン案件だと思うんで、1番釣って終わんなかったら8番で、そのまま5超えして 3占いと押せば勝ち確ですね。ありがとうございました。5番のプレイヤーは発言してください。そうですね、サンバさんありがとうございます。私このこういうところで過去に8の色を出して陣外を割れて釣られたことがあったんで、サンバさんがそこを多分記憶に思い出して言ってくれたのかなというところで、はい、必ず3占いでいきます。はい、でそうですけど8番さん、これで進行が決まったんですけどいいですか。全員が1行って自分が3占って7番さんが私守るんで、もうこの先進むんですけど、いいですかね。考察もうんぬんじゃないですよ、ここからは。もう進行が決まってしまったんで、いいですかね、それで。はい、じゃあ、行きましょう。はい、それ、飲みます。はい、じゃあ、飲むんですね、8番さん。OK です。7番のプレイヤーは、そうか、まあでも、5番超えっつっても、4番守れるってなって、4番が1番の結果見た時点で白なんで、負けるんで負け確ですね。難しいね。占ってくると思ったんですけどね。まあ、ごめんなさいね、8番さん。6番はもうちょっと変われたっすけどね。あまりに3ゲーム、はい、時短します。ありがとう。夜にスキップしました。ほら、なんて。ゲーム終了。村人の勝ちです。うわ、旧カリエドか。いやー、これは初日囲い強いね。これ6番さんカリエドで出たらよかったかもね。僕の村人全く分かんないですけどね。これ2番さんがクインシーかと思いました。あー、カリエドかと思いましたね。そしたらね、アラシー、これ、ね、9番さんがフルブリンガーだったんですね。合ってたな、やっぱ1番スムラやろ。ええー、もちろん、私は村人ってずっと言ってますよ。いや、でも7番に黒打ってくれないと無理なんですね。5番超えって言ってもね、4番が1の色見て、順々に釣っていけば詰み盤面なんで、2番白を引いた点で無理なんですよね。これ7番さんが5護衛主張してたらどうなってたか。7番さん5護衛主張してたら、いやでも1番白セッターが見えるんで、そしたら8番が破綻して2番が確証になっちゃって3番7番まで引き切れるんで負けなんですよね。いや、その場合だと長さ足りない。足りない。3、7決め打ちよ。俺釣られたら負けじゃない。だから7の4、4護衛っていうのがプレイングミスですね。
そう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 。え、なんで？だって4守れるでしょってなって1の色見られて、で5番が 3… 1の色見られていいんですよ。違う違う違う、5番の占いが飛んだ時点で負け確になるから、5を上かたって 5神しないと負け確になっちゃう。5神して3番7番で最終択になる、なれば負け確ではない、うん、え、これ理解できない？ 8 番とか。あ、オッケーオッケーオッケー。そうね、5神めるもんね。5声がって言わないとダメ、7番は。さっきの番目、うん、